クナは全部食ってやる。あとは知らん。クナは全部食ってやる。んじゃ気合い入れてくか。もしもし、モモ？それよりさっきの光、アルティメットキャノンよね。あの大技を出すほど追い詰められてこれなら、負け濃厚。そこを離れて、上からみんなをサポートして。うん、舞ちゃん、いいのよ、モモ、分かってる。うん、なんだよ、仲間呼ばねえの？別に私は2対1でもいいぜ。楽しみ方っていろいろあるでしょ。みんなでボコボコにするより一人で楽しみたいの。あんたはお姉ちゃんって呼べよ、妹。あんた、マキさんの子。どう答えても角と、とても。ああ、術師としての話よ。あ、そっち。正直呪術云々はまだよくわか。喧嘩は超強い。マキさん4級の。え、マジ。家が面倒な術師の家系でね。呪術師の家系なら強い。一度否定したものを認められ。でも交流会で活躍してマキ。そのためにまずは団体戦で勝つ。はい、聞こえてんぞ。
ったく、余計。何笑っ、やるか。任せとけって。よし、風穴開けてあげる。どっからでも来いや。頼んだぞ玉剣。うっ、どんだけ。行くわよ、動かない方がいいわよ。おとりお願いね。行くぞ。焦らず行こうぜ。よし、やればいいんでしょ。出番だ、食っていいぞ。てよ、ぶっ飛ばす。消えなさい、消えなさい。行くぞ。任せとけって。よし、やればいいんでしょ。いつでも来やがれ。はっ、行くわよ、行くわよ。動かない方がいいわよ。行くぞ。焦らず行こうぜ。行くか。風穴開けてあげる。やるぞ、食らいつけ。あらよっと。ふっはっ、どんだけ。行くわよ、行くわよ。行くぞ。よっしゃ。よし、風穴開けてあげる。はっ、行くわよ。オラ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 。うっ、動かない方がいいわよ。行くわよ。いつでも行けるぞ。任せとき。いける。やればいいんでしょ。オロチ、いけ。うえ、形勢剣。いたのみ、任せろ。あらよっと。消えなさい。やるか。焦らず行こうぜ。行くか。いつでもいいわよ。しゃあ来い。人を助け。頼んだぞ玉剣。私の奥の手。はあ、しんどい。おとりお願いね。行くぞ。任せとけって。行くか。風穴開けてあげる。いつでも来やがれ。出番だ、食っていいぞ。ぶっ飛ばす。動かない方がいいわよ。行くわよ。やるか。焦らず行くか。風穴開けてあげる。どけ。まだ報告がある。早く帰るぞ。行くぞ。
押せ！わかってた。聞いたか？大木の娘、やはり双子は帰ってよかったかもしれんな。着まあいい、やだ、またほら、手つないでやっから、目つぶってろ。え、見えなきゃいねえのと同じだよ。昔から不安なんてないみたいに。家を出る。雑用係は足りてんだろ。なぜ戻る。私が全員家当主。ならばこちらも。勝手にしろよ。前にもな。あいつは関係ねえだろ。嘘つき大嫌。さっさと済ませちゃいましょう。くそ、めんどくせえ。行くぞ。焦らず行こうぜ。行くか。風穴開けてあげる。どっからでも来いや。おとりお願いね。行くぞ。玉剣ぶっ飛ばす。動かない方がいいわよ。行くわよ。行くぞ。焦らず行こうぜ。行くか。やればいいんでしょ。頼んだぞ玉剣。せいや。ふっはっ飛んでけ。動かない方がいいわよ。行くわよ。行くわよ。行くぞ。任せとけって。よし。風穴開けてあげる。いつでも来やがれ。あ、消えなさい、消えなさい。動かない方がいい。動かない方がいいわよ。いつでもいいわよ。焦らず行こうぜ。よし。やればいいんでしょ。どっからでも来いや。やるぞ。食らいつけ。はっ、飛んでけ。行くわよ。私の奥の手。動かない方がいいわよ。ほらほら、ぶっ飛ばす。よっしゃ、行ける。風穴開けてあげる。ほら、オラオラオラ！警戒剣！よろしくな！よっしゃ！動かない方がいいわよ。消えなさい、消えなさい。喧嘩上等！任せとけ。体が、いつでもいいわよ。反撃の時間だぜ。いつでも来やがれ。ぶっ飛ばす。行くわよ。私の奥の手。はぁ、しんど。消えなさい。動かない方がいいわよ。いつでもいいわよ。覚悟はできてんだろ。な、体が重。やればいいんでしょ。ぶっ飛びやがれ。ざっとこんなもんよ。ぶっ飛ばす。消えなさい。行くわよ。私の奥の手。くそ、やられた。動けない方がいいわよ。さーて、軽くひねるか。手加減はしてあげるよ。体、風穴開けてあげる。さて、楽しくなってきた。ほら、ふっはっ、飛んでけ。動けない方がいいわよ。行くわよ。
行くわよ。喧嘩上等。やっちゃっていいの？体が重てえ。そう焦るな。私も負けねえ。ぶっ込むなら今だ。それじゃおしまいにしようか。いける。これで様子見ただけ。やっぱりまあ最強だからね。6発撃ったな。初恋も術式もあんたに教えたことはない。構築術式、己の呪力をもとに物質をゼロから構築。領域展開における結界内での衝突領域の具現化とは。それゆえに呪力消費が激しく、体への負荷、分かりやすく弾数で私も勝ちよ。マキには本来それをもって生まれ全員家で。決着。なんだ。あ、言わなくてもわかんだろ。私はちょあんたのせいよ。あんたが頑張る。痛いのも怖いのも、うちでこき使われるのの何がいけないのよ。あのままじゃごめんな。お姉ちゃん話さねえよ。絶対だよ。しつけえな。絶対。おい、当たり前だ。嘘つき大嫌い。
矢尻に少量の血。同時にもう一種式神を出せるだろう。極剣が仕事中だっつうの。鴨さんこそ、いやラス一でしょ。赤血槍術、自身の血とそれが付着したものを操る血筋。心配いらないよ、これらはすべて事前に用意したものだ。徳佐の影棒術、全員家送電矢だけでは通用しないか。よく防いだね。呪力で守るのが遅れた。スピードもパワーも。血を操るということは形状や運動だけではない。体温、脈拍、赤血球量などの血中成分まで自由自在。赤輪躍動。ドーピングか。よく気づいた。だが俗な言い方はやめてほしい。刀。舞のお姉ちゃんどっか行っちゃった。あの人足早い。タピオカって言うほど美味しい。電話、メカ丸だ。はい、役立たず三輪です。眠れ。はぁ、あ、戻れ。ああ、寝ちゃった。え？呪霊がうろついてる森に放置できないでしょ。
これはエリアに放つ。放つのは二級呪霊では。二級ではここと。おっしゃると。うちはまとまりないからの。こいつのしつけに使った匂いと使う前に狩られてしまうかもしれ。安心せい。カモのことだ。エイキャツの血を混ぜておけば容易。東堂とやっているのであればただでは済まん。捜査の庭。勘弁。バクセリロチオアラ。鮭いくら明太子。さて。ハンガーラックを作ろう。ご助。後ろから撃たれないよう気をつけなさい。なんでみんな母様をいじめるのですか。ただれたそばめだからよ。ではなぜ私を贔屓する。性質が術式を継いだ。ならばか。近接戦でここまで立ち回れる式神使いは貴重だ。ちょいちょい出してくる仲間意識。シンパシーさ。私は学願寺学。いや、私個人の判断だ。私は鴨家着。君にも理解できるはずだ。違います。違くない。違います。そういう話はマキさんにしてください。それに俺は自分のこと正しいなん。いや、すみません。違いますね。ただ俺は自分の両親を信じ。
呪い合うしかな。呪いならば払う。焦らず行こうぜ。よし、やればいいんでしょ。おとりお願いね。行くぞ。玉剣あらよっと。消えなさい。ぶっ飛ばす。終わりにするぞ。仮払い。行くぞ。任せとけって。行くか。風穴開けてあげる。しゃあ来い。やるぞ。食らいつけ。ぶっ飛ばす。行くわよ。動かない方がいいわよ。行くぞ。任せとけって。行くか。風穴開けてあげる。どけ。あらよっと。行くわよ。いて。まずいな。焦らず行こうぜ。行くか。やればいいんでしょ。行くぞ。玉剣せいよ。うっはっ。飛んでけ。消えなさい。いて。終わりにするぞ。仮払い。まずいな。よっしゃ。いける。風穴開けてあげる。行くわよ。オラ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 。うっ。警戒剣よろしくな。動かない方がいいわよ。しかし、ほらほら、喧嘩上等。焦らず行こうぜ。よし、やればいいんでしょ。しゃあ来い。ほら、消えなさい。あっ、どんだけ。行くわよ。消えなさい。これで決める。仮払い。くそ。さあ、こちらは準備完了だ。筋子、焦らず行こうぜ。勘弁。いつでもいいわよ。反撃の時間だぜ。どっからでも来いや。じゃげ。私の奥の手。はあ、しんど。止まれ。ここで決める。仮払い。みんな喧嘩上等。シャケ、風穴開けてあげる。ほらほら、どうした。ふざけろ。いいんじゃない。動かない方がいいわよ。ぶっ込むなら今だ。勘弁。風穴開けてあげる。じゃあ、行くぞ。ぶっ飛び上がれ。ざっとこんなもんよ。潰れろ。消えなさい。ぶっ込むなら今だ。シャケシャケ、風穴開けてあげる。ほら、ぶっ飛べ。申し訳ありません。シャケシャケ、これは呪力食うので単体でしか使えないんです。最近調伏したばかりなので。晩鐘。水量と水圧で押し流された。広い場所ぬえ。
私は私がいるとノルト氏の邪魔になるから、負けるわけにはいかないのだ。なんだこれは。犬巻先輩、逃げろ。呪符が全部燃えた。ゲーム終了？しかも全部東京港。妙だな。カラスたちが何も見ていない。グレートティーチャー五条の生徒たちが払ったって言いたい。未登録の呪力でも札は赤く燃える。外部の人間、侵入者ってことですか？天元様の結界が機能していない。外部であろうと内部であろうと、こちらが放った準一級を発…俺は天元様のところに、サトルは学願寺学長と学生の異彩承知。ほらおじいちゃん、散歩の時間ですよ。急ぎましょう。なんだったかな。ああ、おお、よしよし。五条、帳が折り切る前に。いや無理。はあ？実質あの帳はもう完成している。しま、降りたところ。弾かれた？なん？ちょっと。なる。歌姫、おじいちゃん、先に行って。
五条悟の侵入を拒む代わりに。確かに、それなら立ち引きの辻って、よほど腕が立つ呪詛師がいる。ほら、行った行った。何が目的か知らないけど。クナは全部食ってやる。こいつをこなせば呪術のイロハもなんとなくつかめるんじゃないかな。いいね。スクナは全部食ってやる。スクナは全部食ってやる。クナは全部食ってやる。なぜ光線に呪霊がいる。多分その呪霊と組ん何か知っているのか。以前五条先生を。ツナマヨ。そうですね、五条先生に連絡。ちょっと待て、今そんなことどうでもいいでしょ。相手は領域を使うかもしれません。接血掃除。はっ。ダメージなしか。五
五条先生と連絡取ろうにも、さっきの攻撃でスマホも壊された。どうする。やめなさい、愚かな子らよ。なんだこれ、音で。私はただ呪いの戯言だ。耳を貸すな。低級呪霊のそれとはレベルが違いますよ。森も海も空、星に優しい人間がいることは彼らも知って。犬巻を下がらせろ。彼らはただ、人間の死して賢者となりなさい。こんなところで足踏み。強くありたいのよ私は。レディーとしての格好、
いい感じね。こんなところで。レディーとしてのか。いい感じね。いい感じね。少しは強く。力。なんとかなりそうだ。力。弱気で救うに。未来、強くなった自分。少しは強く。少しは強く。なんとかなりそうだ。弱気です。夜明けで救う。なんとかなりそうだ。少しは強い。力。少し未来。強くなった自分。なりそう。力。力。夜明けで救う人。クナは全部食ってやる。あ、課題を通して基礎を身につけよう。たまには教育者っぽいことも言わない。いいね。次もその。スクナは。スクナは全部食ってやる。あとは。
すがに毎日バカみたいに投げられてりゃ嫌でも受け身取れるようになるわね。完璧だのなんだのうるさいわね。余暇の過ごし方？自主。俺は自分の両親に従って。クナは絶都内の動物園で呪霊が発生したとの情報が。動物園？はい。呪霊の強さが正確に把握できていないので。全員って。鮭少年院の件もありましたので念には念。ふん、まあ足りないよりはマシか。上野じゃねえのか。パンダ見たかった。ギャグか。いつでも見れんだろ鏡。鮭鮭。分かってねえな。あほくせ。そもそも親戚んち？神道の遠さ人。ああそういうこと言っちゃう。うぜえ。呪霊発生ねえ。人員方もいいとこだ。下手したらいじ。シャケシャケ。お、ゴリラだ。すげえ。本物初めて見たかも。もう観光気分かよ。おいパッ。どうしたんだよ。いや俺も一般人に捕まったら動物。しゃべるパンダだぞ。いいとこ。実験。昆布筋子綱トゲ。そじゃあこう。その時は ん？いくら？
おい、これって。やったー！早く行こうよ！私、ウサギが。俺、ライオン！あれ？やばくない？パンダだ！パンダいる！すごい！おい、ガキどもこっち来るぞ。僕、悪いパンダじゃないよ。バカ、喋るんじゃねえよ。じゃあ、どうすん？モノマネでもしとけ。パンダのモノマネだよ。もう見パ何自己紹介してんだ、このタコ。タコじゃねえ、パンダだ。いや、そもそもパンダってどうな。明太子。いや、どうす。とにかく隠れろ。私とトゲでなんと。隠れるって。そこの階段上がったところに動物の檻あった。うわ、わかった。頼んだ。丘か。無理じゃねえ。とりあえず足。昆布。パンダって足早いんだね。この階段上がってったの見た。行こう行こう。来たぞ。鮭いくら。ああ。ある意味呪霊より厄介だ。スクナは全部食った。